特殊メイクを使い20代から90代までを一人で演じ切りました。例えば20代のシーンでは高く通る声、もうすぐ石油の時代が来るけ、オートモービル見たでしょ。これが60代のシーンになると、よー無事でいてくれたの。まずは言いたい、愚痴をやめよう。さらに上の90代のシーンでは、そういうのは違うのに思ったのか、そういうのは違うのに。この90代の声を出すために驚きの方法をとっていたんです。朝思いっきり声出してカラスっていう作業をしてきました。車で走りながらちょっと大きな声出すよってマネージャーに言いながらあーっつって声出して、朝の2時日南部とかする。そうですよね、結構時間もかかったってやつ。そうですね、5時間ぐらいですよね。なんと5時間も声を出し続け、声を枯らして役作りをしていたんです。監督は声を変えなくてもいいよっていう、そのままやってくれっていうふうにも言われていたので、やっぱ山崎組ってのはやりきるっていうことを求められてる気がして、イメージ的にも自分でも探して声の出し方っていうのを作ったっていうのがありますけど。ブラボー。